いつも大変お世話になっております。お試しカンパニーの秘書でございます。今回は初めての企画になりますので張り切ってまいりましょう。お花見シーズン真っ盛りなので、本日は CEO 小春、初めての新宿中央公園にやってまいりました。たくさんの人で賑わっております。こちらは1968年4月1日に開園した新宿駅から徒歩10分、西新宿駅から徒歩5分、都庁前駅から徒歩0分という素晴らしいアクセスの都市計画公園です。入場料は無料。今回この歴史ある公園を視察しに来たのですが、ボスはお散歩中のワンちゃんが気になるようです。 CEO の後ろに見える建物が宿の場といって、スターバックスコーヒーと武蔵野森ダイナーが入っているショッピングモールのようです。疲れたらここでコーヒーを飲みながら桜を眺めて、なんて素敵なロケーションですが、休む暇を与えずにどんどん CEO は先に進んでいきます。気になるお花を見つけたようです。何の花か調べるように指示がありました。後で調べたところ、ネモフィラでした。高低差の多い新宿中央公園ですが、日頃から鍛えているので、たくさんの階段も何のそのです。また階段、張り切っております。 CEO 小春は左足から降りる癖があるようです。他の小春世代も同じように癖があるんでしょうか。滝来たCEO 世代は同じことを繰り返しやったり、すぐ飽きたり、不安定な年代ですね。あ、呼ばれました。チューリップは全く興味がないようですね。桜にはテンションが上がっております。桜の方がお好きなようですね。この好立地からドラマや映画の撮影にも使われることが多いそうです。なので、こんな感動の再会ごっこもできちゃいます。CEO 小春世代には広すぎて、全部回るにはまだまだ時間がかかりそうでしたので、次の機会にまたご紹介したいと思います。周りを小田急第一生命ビル、新宿住友ビル、ヒルトン東京、グリーンタワー、ラトゥール新宿に囲まれた都会のオアシス、新宿中央公園のご紹介でした。今日も動画を見てくれてありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。お先に失礼します。カタツムリ。